リッキー、キャンのレッツ深呼吸。皆様こんにちばんは。なんかこれいつも言いづらいんだけど、明らかに沖縄はねこんにちはなんですけどね、まだ、はい、明るいですね。はい、4月26日6時を回りました。皆さんいかがお過ごしでしょうか。ね、深呼吸やってますでしょうかね。ね、毎週火曜日になるとこの番組を聞いてあって思い出す人もいるかもしれないんですけど、ぜひね、日常の中に深呼吸取り入れていただいて、朝目が覚めたら深呼吸、ね、夜寝る前も深呼吸、で今運転中の方も深呼吸、深呼吸はね本当時間かかりませんので、1分間でも何回もできますからね。まず鼻から息を深く吸って、口からはーってね、ちょっとはーっとね、声を周りに誰もいなかったらね、声もちょっと出した方がいいかもしれませんね。それを毎日ねやると健康にもいいですし、やっぱ新鮮な空気をね体に取り入れるっていうのは大事なんでね、こういうせわしい世の中ね、いろんなことをもう事件事故、まあ、戦争やらね、いろんな世界で起こってます。まあそういった中でね、深呼吸をついつい忘れちゃうっていうね、こともあると思いますので、このレッツ深呼吸ではですね、この深呼吸を日常に取り入れるっていう習慣をねつけていただくために、こういうネーミングにしてますので、ぜひ深呼吸をね忘れずに、してください。はい、ということでね、4月も最後の、放送となりましたが、いよいよ今週末からゴールデンウィーク突入ですね。はい、キャン君、もうあっという間ですね。ね、今年のゴールデンウィークこそはちょっと行楽気よりになったらいいんですけどね。ね、全体的になりそうな雰囲気もあるし、はい、今航空会社もね、まあ、前年対比となるともう、まあ、そんな比較的なあれじゃないんですけども、相当ね、うん、海外旅行も、ね、少しはこうオープンになってきてるし、はい、国内旅行もね活発に、相当な、新幹線とか飛行機もね、例年よりももう 150%、250% っていうね、いろんなもう数字が出てるので、かなりの人が動くと思うんですが、まあ相変わらずね、なんとか株、なんかステルスなんとかとかも新しいのをどん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 引用してきてね、なんかそういうのを煽ってるんですけど、まあ僕的には申し訳ないんですが、もう本当にね、インフルエンザと変わらないっていう、この、5類に下げていただいて経済を動かしていただかないとね、円安も進んでるし、もう大変なことになると思いますので、ぜひね、ゴールデンウィークは、気軽に楽しく、普段のねストレスを発散して、まあ、家族サービスなりいろんなねところでも経済を潤してほしいなと思いますね。まあ、沖縄の場合も特にね、やっぱりずっと観光客、インバウンドもほぼないし、大変な状態だったんですけど、ゴールデンウィークでなんとかね潤ってほしいところではあるんですが、まあこれはお知らせしないといけないんですけど、こう長期天気予報を見るとですね、どうやら、明後日明日ぐらいからもう雨がずっと続いて、早めの梅雨入りになりそうな、僕的にはですね、僕の天然パーマの頭がちょっとね敏感に変化してきてますので、センサーですからね僕の髪の毛は。昨日までカラッとしてたんですけど、今日がなんかちょっとムシムシしてますよね。僕の天然パーマのこの髪の毛はセンサーなので、毎年、まあ例年あれだよね、ゴールデンウィークあたりから梅雨入りするからさ、はい、まあこれも不思議ではないし、うん、だからね、本当に皮肉なことに、このゴールデンウィークに
計画を立てて沖縄に来られる方、ゴールデンウィーク期間中は飛行機もホテルも割高になるじゃない、はい、にもかかわらず雨続きっていうのはなんか残念だよね。だから、雨のおかげで来週ちょっと涼しくなるみたいですよこれ涼しくなると、だから沖縄にね観光で来る人たちは、俺あの僕ね、まあ内地に長いこといたので、はい、内地の友達も多いんだけど、僕がクレーム言われたんだよ。ゴールデンウィークにさ沖縄旅行行ったら、しかも短パンとノースリーブしか持って行ってなかったんだけど、もう雨続きで寒くて、あの洋服買ったんですよ沖縄で、すでにホテルにずっといてとか、俺に文句言うなよって感じいやいやもう謝ったよ、ごめんねってでもゴールデンウィークは沖縄梅雨入りするから、はい、沖縄通の人はやっぱり避けるし、うんうん、まあ割高でホテルも高いけど、こういう残念な結果っていうのはもうあるあるなんですよってことでねあのお伝えするんですけどね、いやしょうがないです、これはもうあの自然の流れですからね。で僕が東京とかで仕事してるときは、2月1月末とか2月頃によく海外旅行行ってたわけなんていうかな、タイとかさ、バリ島とかシンガポールとかで、あの辺の、まあ、バリでも非常に東京から行きづらかったんだけど、ジャカルタ経由でバリ島とか行くんだけど、この1月末から2月頃ってあの辺りがちょうど浮きだわけ、安いわけよ、はい、飛行機もホテルも安くて、だから行ってたんだけど、僕は伝説の晴れ男って言われてるから、僕が行くたびにめちゃくちゃ天気良かったんだけどね。わあ、いいですね。バリ島もずっと天気良くて、タイ行ってもそうだし、シンガポールでもずっと晴れてて、ね、何に不自由しなかったんだけど、やっぱり湿気がすごかったね。うん、もうバリ島行った時もジャカルタ空港でトランジットだけど、降りた瞬間もうわーってもうすごい湿気、うーんで1月末2月の東京って言ったら、はい、もう真冬だからカラッとするじゃん、カラッとしますよね、うん、うん、カラッとして寒いじゃん、はい、その時に行くから余計感じるわけ、もわっもわっああ南国だと思ったけどね、はい、あの時、まあだからもうそれもね、沖縄が5月にゴールデンウィークあたりに梅雨入りするっていうのはもうしょうがないです、はい、半分諦めてくださいだから美ら海水族館とかね、屋内施設で楽しめるところも最近増えてきたので、うん、そういったところでね炎上していただくか、ホテルもねやっぱりラグジュアリーの高級リゾートなんかはホテル内で十分楽しめるんだよね。もうある意味さ、ラグジュアリーなホテルに泊まってても外に出てる時間が長かったらもったいない気がしない？いや本当そうですねいや外人の考え方って、はい、本当に長期滞在方が多いから、はい、ホテルでゆっくりするわけよ。いやいいですよね、うん、だから本当に日本のツアーってすごい短期間が多いので、うん、だからそこでお金が落ちないじゃないですか、うん、やっぱこういう長期的なツーリズムっていうのをもっと定着させないといけないなっていうのは、うん、もう元僕観光産業学科だったんで、うん、ずっと昔から思ってます何でも嫌だったんだね大学は観光産業学科出ておりますねいや本当にさ、この辺はね、まあ、最近は大手企業を中心に、まあ、ワーケーションっていうのがまあ進んでるので、うん、こういった大型連休プラスワーケーションと組み合わせたら、はいはい、1ヶ月ぐらいリゾート地に入れるわけさ、うん、まあ、ワークとバケーションをの、はい、合わせたこの造語になってるんだけど、このワーケーション化が、一部上場企業とか、ね、大企業にはもう定着しつつあるので、これはとてもいいことだし、うん、そういったことが経済を、ね、回していくので、まあ、この間もね石垣に、
ある大手の通信会社というかね、まあ、あの通信会社というかあのコンピューター会社かな、大手のコンピューター会社が、社員が、全国に、3万人ぐらいいるのかな、その会社は。でそこが、ワーケーションで、まあ、社員の、3分の1でもね、利用したら、石垣島に利用したら1万人の人が動くと行くと、うん、もうその経済効果ってはすごいことになるから、はい、ということを話してて、うん、でこれをあのもう半分実地してるみたいなんでね、うん、動かしてて、で僕クラブハウスでその方とあの出会ってたんだけど、あるルームで、その方が、ゲストですっていう形でゲストで、音声でね、出演してたんだけど、今どちらからですかってあのモデレーターの方が話したら、ああ私今石垣からですっつって、もう普通に全然距離感感じなくてさえ石垣ですかって、あ今ワーケーションで石垣で仕事してますっつって、はい、明日はあの富山の方で、なんとか学会の、講演会が入ってますけど、それも石垣からやりますって。おいいですね。そんな感じだわけよ。これまでだったらもう一日何か仕事が終わったらまた飛行機で飛んで行って、はい、で移動で大変だったのが、もうワーケーションだよ。バケーションしながら仕事してるんだよ。これがね、このまあ、コロナ禍でこれが進んだっていうことで、はい、あの一部のところでは経済が、うん、で例えば交通機関ね、交通機関では経済的には、ちょっと鈍るけど、はい、こういう、まあ、観光地とかね、うん、そういうところは田舎の方では潤うという形で、うん、まあ、あと働く側の、はい、メンタル的な精神がね、うんうん、そういったところで落ち着くということは企業にとってもプラスなんだよね。あの生産性も上がるらしいですね。そうそうそう、いろんなアイデアが湧いてきて、はい、あのまあ、ね、満員列車の通勤時間がさ、はい、自宅から会社までの往復だけで、うん、歩きも含めたらさ、うん、1日3時間も4時間も費やしてると思えばさ、はい、でいやそのまま観光しながらその場で仕事カタカタってやってもうすぐ遊べるってもう最高の環境じゃないですか。そう、またね、満員電車になるともうこの3密のね、この密があるから、はい、うん、リスクもあるじゃん。そういったのを考えるとね、絶対お勧めしたいですね。あ、コメントもいろいろ入ってますけど、あ、一旦ね、CM 入ってからがいいですね。はい、はい、FM ギラワンレッツ深呼吸。この放送はアスダンの天然水を贅沢にサーバーで飲めるプレミアムウォーター、陸上の小さな海サンゴ畑の提供でお送りいたします。お、いっぱいコメント入ってるじゃないですか。長谷川さん、長谷川さんからコメント来てます、ね、はい、はい、行いが悪いだけなので気にさらないことですっていうのは、あの梅雨の時の話そうだ、はい、で総理の記者会見見ながら聞いてますが、大した対策もないねってところなんですけど、原油価格高騰に絡めて原発再稼働に触れたと、来月にも再稼働させるかもということです、ね、うんうん、ああそれはいいことだと思います。もうあの先進国はですね、まあ安全な原発っていうのはもう あるので、全くゼロリスクっていうのはどこにもないですから、この辺はね、まあ新しいエネルギーをですねどんどん活用して、今カナダで進めてる東芝の原子炉とかは最新のものらしいんですけど、もう完全にもうパッケージ封入されてて、もう地下に埋没させる小型の核施設っていうのを今もう東芝とかが作ってる、うん、だからすごく小型化して、はい、安全性を高めて数を置くっていうのはずっとね、
誰かわいち、え、女性、女性の市川さんなんじゃない、ね、彼女もよく言ってるし、そういうの必要だね。もう再稼働させた方がいいよ。あと今あの複合、あ、まあ国際的に複合して今日本がリードしてやってるのが、あの核融合炉の開発がだいぶ今結構進んでるみたいで、うん、近々その核融合炉自体も稼働させることが可能じゃないかって言われ始めてるみたいですね。うん、ではお写真先に失礼します。はい、ちょっと待ってください。今通信してます。通信、はい、カメラとこれが Wi-Fi でつながるんですけど。ああ、来ました。いきます。はい、撮ります。あ、あれなんか動きおかしいな最近やっぱり。はい、じゃあ向いていきます。はい、はい、チーズ。はい、OK です。ありがとうございます。あれ撮れてない？ないえ、あの画面が切り替わってるかって画面見えづらい、企業向けに無担保融資するらしいけど大して有効じゃないな。十分、低所得者層の支援は子供にたった5万円だけ、無意味本当だよね。もうね、今の政治家がやることはね、大したあれがないよな。だから年金受給者に10万円って言い出した時は本気で言ってるのかなってなりましたけどね。とね、金利政策も大したあれないし、外交も弱っちいし、岸田総理が大した外交をやらないから、元安倍総理がすごい動いてるね、今ね。うん、まあ、動いてますね。アメリカに対して強い発言は、もう、グッジョブだったね。うん、要は、今、ロシアとウクライナ問題の、ウクライナ侵攻のね、あれで、まあ、これから中国が台湾を取りに行くとか、これは中国が台湾を取りに行くっていうのは、もう前例があるさ。中国が香港をね、はい、取ったという前例があるから、必ず台湾も取りに行くって習近平も、ね、もう発言してるし、それが問題がいつになるかっていうだけだわけよ。必ず侵攻してくるから、じゃあ今のね、ロシアとウクライナ状況を見てて、まあ、NATO に加盟してないからっていうのもあるけど、アメリカは、一切、軍隊を派遣してないっていうことを踏まえて、元安倍総理がね、安倍さんがあれなんだよ、アメリカに対して台湾侵攻した場合、はい、中国がね、アメリカ軍は動いてくれるのかどうか、うん、はっきりしてくださいっていうのを強く安倍さんが言ったことね。大事なことですね。ナイスだと思ったよ。これをだからもうちゃんと、なんかね、まあ、署名するっていうか、そういうの締結してくれっていうことでね、あれ言ったことはもうナイスだったね。はい、では、はい、どうも、レッシン呼吸をお届けしてます。ね。まあ、いろいろね、ゴールデンウィークのお話もしたんですけど、まあ、最近ですね、まあ、先日は沖縄、市長選挙でね、桑井幸男さんが、
3期目ね、再選しました。おめでとうございます。よかったな。本当にもう、沖縄市もまたしばらく安泰です。沖縄アリーナもね、盛り上がってきてますし、なんとね、これから7月、ビーズの 2days とかね、もうドリカムやらね、6月ドリカムでしょ、7月ビーズでしょ、もうすごいアーティストがね、沖縄アリーナにどんどんね、来ますので、さらに沖縄市もね、盛り上がってくるし、まあ最高のね、市長なので、ガンガンに経済盛り上げてほしいなと思いますね。で、まあちょっとね、政治の話がもう、何点かありますけど、石垣市長の、中山義孝市長がね、素晴らしい発言をしましたね。2点。1点目は、石垣市っていうのはやっぱりこの尖閣をね、抱えてる市なので、そこでね、石垣市は定期的に避難訓練をしてるらしいんだよね。台湾侵攻あった時に必ず何らかの被害が及ぶだろうということで、有事の際の避難訓練を定期的にやってて、でその避難訓練を今回またやるっていう時に、米軍がね、はい、石垣市のこの避難訓練を視察っていうか、一緒に、まあやっていいかみたいなことを米軍側が言ったわけよね。それをもう即ウェルカムですと、ぜひお願いしますということで、もう即答したのはもうだ、石垣市長、この中山市長はね、独自の判断でどんどんズバズバ言ってるわけよ。ここが一日ね、大臣とか中央の人の意見なんか聞かない、はい、自分の判断で本当に、尖閣にも視察行ってるしさ、国が認めてないのにね、そうですね、うん、やってましたね、それもやったしね。でまた、今回ね、数日前の発言でグッジョブだなと思ったのが、はい、来月の5月15日の沖縄本土復帰50周年の式典が、盛大に行われるわけ、沖縄でね、その時に、総理はじめ、歴代の総理も含めて大臣とかね、いろんな方々がこの50周年の式典に、参列されるんだけど、そこで玉城デニー知事に対して、うん、政府の批判とか辺野古の問題とかそういったのはそういう50周年式典の場では、発言を控えてくださいと、うん、沖縄の恥ですからと、うん、だって慰霊の日とかでもさ、あんな場でそういう政治的な批判の発言とかやったじゃない、うん、あれってさ本当に沖縄人のもう恥だわけよ、うん、そういう場じゃないじゃん。そうですね、ねえ、御霊を本当にね、はい、まあ、そういった戦没者をもう平等にっていうかさ、はい、どこの誰とか関係なくそういった悲惨なことがあったねっていうことをただ、粛々とねやればいいんだけどさ、うん、今回の50周年式典に関してもそういう方々が集まるからって言って辺野古の件をね口に出したりとか政府の批判とかそういう式典で言うと沖縄県の恥を晒しますよっていうことを言ったわけよ、はい、直接。いやー、すごいことですよ。おう各市長集まって知事との懇談会の時に、はい、うん、4日ぐらい前かな、3日か4日前によく言えましたね。もうない中山義孝もうナイスファイ、もう本当にグッジョブだねと思ってさ俺メール送ったもん、すぐそうなんですね、お友達だからさ、はい、いや本当にあねえ、はい、もうありがとうございます。ザッサさんもね、今夜ありがとうございます。デニーは次ないですからってその通りね、中山義孝本当にねいい市長だったな。もう朝すぐメール送ってからさ、YouTuber の、10万人以上のフォロワーがいる闇の熊さんが大絶賛してたよ。
石垣市長も素晴らしいって言ってたよってメール送ったから、うん、ありがとうございますって返事来たよ。いや素晴らしいです。メールが来てるようですが、あ、はい、はい、読ませていただきますね。本当、はい、お疲れ様です。ヘビーリスナーですが、はい、ペンネームはバウハウスにします。バウハウスバウハウスさんとこれからは、はいはい、はい、先日母が心臓手術を終え、うん、退院したメールを、うん、拾っていただき感謝。いえいえ。今はマッサージ屋さんに出かけたり安定していますが、ガージュ方言で頑固の意味なんで、譲らなかったりで口喧嘩は日常茶飯事。母親との日、まあ、喧嘩ということですね。はいはい。まあ、でも喧嘩できるほど元気だった、元気だったんですね。良かったですね。うん、最近のニュースで、県内高齢者が3回目ワクチン接種しているのに感染し亡くなるのニュースどうなってる、ゴールデンウィーク迫ってますが、観光立県沖縄、県政しっかりしてくれよ。リクエストはビートルズヘルプということで、あ、お便りいただいております。ありがとうございます。ありがとうございます。もうね本当に感謝です。いやもう最近ねあのコメントも、ちょくちょくね多くなってきて嬉しい限りでありますね。まあ、このレッツ深呼吸でもですね、まあ、先週もお伝えしたんですけど、今月の4月の11日から、放送開始しましたね、チームどんどん、はい、ね、これがねもう第2フェーズに今週から入ってまして、11日からスタートして第2週目まではあの子役さんがね中心に、まあね主人公信子っていう方子がね、小学生でいてでそれで、先週まで終わって、はい、で今週の月曜日から昨日からね、黒島ちゃんがね、高校生、っていうもう7年後っていう形で、スタートの時は1946年からやんばるっていうねそこの地で、あのストーリーだったんですけど7年後なんで1971年から昨日ねスタートしてるんですよね。で沖縄が本土復帰したのが1972年なんで、はい、復帰1年前っていう形で昨日からスタートしてるので、いやこれからの1年間がめちゃくちゃねもう本当の意味で沖縄はどういう形で、本土復帰したかっていうのがあの非常に、今週から来週にかけてね、目まぐるしくね展開していくはずですから、1971年の段階では沖縄県の人は内地に行くときはパスポートも必要ですし、ドルも使ってました。で車も左側通行じゃなくて右側通行でした。で、本土復帰する前1971年までの、沖縄県での高校野球、これはね、琉球政府っていう形で一応甲子園に参加できてたんですよ。ところがパスポートが必要でしたから、高校球児の方はパスポートを作って甲子園に出場しました。で甲子園に出場して、まあその当時はねそんなに強いチームじゃないんで負けたらベンチ前で、土をね拾って袋に持って帰るじゃないですか。あの時も沖縄県のね代表チームは帰りはあの船だったわけよ、はい、予算も少ないから船で高校球児が帰る時に沖縄本当に着く直前に、高校球児の皆さん集まってくださいって言って甲子園で拾ってきた土を海に捨てなさいという指示があって、これはやっぱり検疫に、ね、かかるってことで、その当時もう土も持ち込めなかったわけ、うん、で泣く泣くね船の上から涙を流して、土を海に捨てたという話もね実話としてね残ってます、まあ、そういうね本当にあの琉球政府時代っていうのはねアメリカ統治下なんで、いろんな、まあ、本土の方では知り得なかったいろんなことがね、起きてますので、ぜひ、今週からのねちむどんどんを、うん、注意深く見ていただいて、で15分という短いストーリーがねずっと続きますので、
細かな説明がなかったりします。でそういった疑問とかあればですね、ぜひこのレッツ深呼吸の番組に、問い合わせいただければ、あれはどういうことですかとか、まあ、先週もねお伝えしたんですけど、仲間由紀恵さんがね、お母さんが、工事現場で働いてて25セントを2枚もらった、要はクォーターを2枚、それで50セント1ドルの半分で、当時は360円だったから180円しかもらってなかったとね、日当。でそんな話とかですね、細かい解説はないので、この番組で解説していきたいなと思ってますので、いくらでもね、何なりとこのちむどんどんは、放送している間はこの番組でも、話題として取り上げていきますので、ぜひね、あの皆さんもちむどんどん見ていただいて、ご感想とかですね、ご質問をいただければなと思いますんで、皆さんで楽しんでいきましょう、ちむどんどんね。ちむどんどんすっさーとかなんでかよ、あれ何だって、なんだっけあれ、あの僕がよく言う、あれなんでかねじゃなくて、あれよく言うセリフがあったよな、ちむどんどんすっさと秋さみようだったかな、このたまに出るこの方言がね面白いんだよね。バウハウスさんからまた来てますね、はい、あ、思い出しました、朝ドラちむどんどん先週1週間分録画できなくかなりへこみましたとあ、そうですか。でも土曜日にダイジェスト版をね、ジョン・カビラさんが、解説してますよね。あ、黒島、はい、ゆうなちゃんね、いいですよね。長谷川さんもお気に入りということで、うん、お気に入りですか、はい、いやいいですよね、あの子もね。僕はね、個人的に川口春奈ちゃんのもう大ファンですから、もう嬉しくて嬉しくてで川口春奈ちゃんの沖縄の方言がなかなかいいわけよ。結構自然なんですね。うん、さすが大女優だなと思ってさ、大好きです、はい、ではですね、バウハウスさんの、リクエストにねお答えしながら、一旦ね CM 入りたいと思います。いやーで、ちむどんどんもぜひね皆さん見ていただいて、この番組内でねご感想とかいただければ嬉しいなと思いますね。うん、そうそう、かなり勉強してますよ。素晴らしいです。もうさすが川口春奈、あの子は、長崎のね五島列島出身だと思うんだけど、ね、ちっちゃな島出身でとても自然体でさ、素直な子だなと思って、あの東京の、うん、ああいうところに怪我されてないなみたいなね、純粋な子だなと思ってさ、川口春奈大好きだね、素敵だと思います。このまま行ってほしいなこのまま行ってほしい、変な男に騙されないで、純粋な女ね、いいよね。いや、夕日もちゃんと映ってますけど、これは今日のじゃないか、これは過去の写真ですね、はい、今日のもちょっと時間帯良くなったら映しに行こうかなと思っておりますので、いや天気いいですね。もうね、若干あれだよね、朝早い時間は全国的に湿気があるせいか、こうガスかかってるよね、ね、なんか霧かかってるっていうかさ、気温がちょっとそんなに高くないですからね、うん、まあ、その多分寒暖差でだとは思うんですけど、来週もなんか最低気温19度の日が予報であったので、うん、まだまだそんなに上がらないんだと思ってちょっとびっくりしました。あ、19度か、まあ、ひんやりだね。そうですよね、あれじゃない、あの梅雨寒ってやつだね、かもしれないですね。ね、だ太陽がずっと注がないとさ、はい、徐々にこう
気温が低くなっていくから。チュラさんを食える作品になってほしいですね。確かに、まあ、これから本当に楽しみだな。いろんなのが流行りそうだね今年 ね、 そうですね。シークワーサーはもう絶対流行るね、はい、シークワーサーまたブームが来るな。また来ますね。でしかも再度結構美容とかでも注目されてるので、うん、だよね。健康にめちゃくちゃいいからな、シークワーサー。はい、では間もなくです。はい、じゃあマイクあげますね。はい、どうも、レッツ深呼吸をお届けしてますね。皆さん深呼吸してましたか？あのコマーシャルの間ね、深呼吸もしましょう時々ね。まあ、前半はね、いろんな、まあ、話、ちむどんどんの話もね、これレッツ深呼吸では前半でね、そういった話も交えていきながら、ちょっと CM 後はちょっとお話を切り替えて、次の話題に行きたいんですけど、この番組ではですね、来月あたりから、まあ、日にちはまだ、決まってないんですけど、ラジオショッピングなるものも、スタートしていきたいなって思ってるんですよ。後半の20分とかね、25分ぐらいを使いながら、ラジオショッピングをですね、CM 後からですね、スタートしていきたいなと思ってんですね。これは、まあ、スポンサーさんとの兼ね合いとかも、入ってきますし、沖縄のですね、地元産業を盛り上げるっていう、まあ、僕の、そういう、なんていうんですかね、まあ、一つ掲げてる、ミッション的なものがあって、これは、沖縄観光復興宣言頑張ろう沖縄、ということでも活動してますし、沖縄の産業がね、こういったコロナ禍で非常に落ち込んでるっていうのもあってですね、そういった意味で、盛り上げていこうっていうことも踏まえてですね、テレビショッピングならぬラジオショッピングみたいなのをね、まあ、スタートしていこうかなと思ってるんですね。で、ただ、じゃあどうやって、今、ツイキャスでご覧になってる方とか、今、ラジオで、このね、79.7MHz で聞かれてる、運転しながら聞いてる方とか、じゃあそういった方は、どういう仕組みで、このラジオショッピングを購入するかっていうことになるんですけど、これはですね、実はまだ沖縄ではそんなに浸透してないんですけど、全国的には、かなり動きが出てきているライブコマースっていう手法でですね、これをラジオショッピングとつなげていきたいなって今考えてるんですよね。じゃあこれどういうものかって言いますと、これ、これから何度かですね、放送の中で、お知らせして、これのライブコマースでのこの購入の仕組みとかですね、そういったのも徐々に、お伝えしていって、だんだん慣れていっていただきたいなっていうのがあるんですよね。これはもう買う買わないは別として、仕組みを知っといていただければ、いろんなところで、このラジオの生放送以外でも私の方でもこのライブコマース配信してますので、例えば、店舗配信とかもやってるんですよ。で今日26日ですから、あさって28日、これはですね、母の日が、5月の8日母の日があるんですけど、母の日に向けて、プレゼントを、選べるようにインポートの雑貨屋さんがあるんですよね、宜野湾市に。そこの店舗からライブ配信をするんですよ。
あさって28日、夕方6時から2時間ほどなんですけど、でこれライブコマースで配信するんですけど、でそういう場合は、今現在、私のね、ライブコマースを、フォローされてる方とか、そういった方々がライブでそのまま生で見に来ていただいて、そういった、まあ、お母さんへのこの母の日のプレゼントとか、あるいは、友人へのプレゼントとか、まあ、ご自分で購入される方もいますけど、そういったものも、ライブ配信で、購入していただいてるんですよね。で、仕組み的には、テレビショッピングのジャパネット高田みたいな、仕組みをスマホで配信してるんですよね。スマホから配信しながら、それを全国の方が、見てらっしゃるっていう形なんですよ。で、この配信を見るにはじゃあどうしたらいいかって言いますと、まずですね、スマホのアップルストアから、PeaceU というライブコマースのプラットフォームをアプリをダウンロードするんですよ。インストールして PeaceU をインストールして、で PeaceU にご自分の個人情報を入力して、クレジット情報とかも、入力登録すると配信が見れるようになるんですね。で配信が見れて、すぐ、ワンタッチクリックで購入できるようになるんですけど、ね、もう一度言いますね。Apple Store で PeaceU を、ダウンロードして、インストールしていただいて、で、この PeaceU に個人情報を入力していただきます。で、今現在、検索で、力丸商店、まあ、私がやってるライブコマースですけど、力丸商店をフォローしていただければ、私が配信した時に配信通知が行くんですよ。で配信通知が行った時には、もう生でしかやってませんので、ライブコマースに関してはアーカイブが残りませんので、その場でしか見れないという形になります。でそこで、私がこうやって、商品を説明したりとか、そういったものを購入できるっていう仕組みですね。こういったものを沖縄県の物産品とかを中心に、今現在は全国にご紹介してます。でこのスタイルをラジオショッピングに応用したらどうなのかっていうことを、考えました。でこのレッツ深呼吸の後半をですね、こういったラジオショッピング的に、配信した場合、生の配信で購入するんじゃなくてですね、アーカイブで YouTube に残りますから、その YouTube で見たらですね、力丸商店を検索すると、ライブ配信中じゃなくても商品が購入できるようにしてますので、そこで、ポチッと言って購入できるというふうな仕組みになってます。で、これは一度聞いただけではね、なかなか、理解できないかもしれないので、これは何度か別の角度からでもねお話ししながら、徐々に、このレッツ深呼吸を通してのラジオショッピングに慣れていただきたいと。で ここで紹介する商品は本当に私が厳選した、ものばかりですから、特に沖縄の物産品がもうメインです。で、あれもこれもたくさんは紹介できません。こういうスタイルですからね。通常の、店舗配信とか、通常のライブ配信では結構数多く、種類、ご案内して、だいたい2時間前後ぐらい配信してるんですけど、そこでは皆さんね、ゆっくりお話を聞いて購入とかしていただいてるんですけど、今週は、近いところで言えば、あさって28日の夕方6時から、インポート雑貨のお店から、店舗配信しますので、そちらで、5月8日の母の日に向けての、プレゼントを購入することができます。これあさってですね、28日。で、翌29日がですね、なんと、沖縄では、
空港とかね、お土産品屋さんで、有名な、お菓子の南方、南方さんの本社から、19時より配信予定です。これ第3弾になります。南方さんの本社からは、今回で3回目です。で、1回目2回目もかなり大反響があってですね、相当だから県外の方がベニーモタルトとかいろんな、南方さんの商品を、大量に買われていきました。やっぱりね、沖縄にコロナ禍で来れないっていう方も多くてですね、私のこの力丸商店の PCU のライブコマースで購入できるっていうことで、大勢の方がね来ていただいて、結構ね買っていただきました。で、これで南方さんもすごい喜んでました。こういった形で、沖縄県の物産品で今観光客が激減している中、たくさんね商品が余ってたりとか、もうでも工場は、フル稼働できてないんですよね。もうね、下手したら工場の4分の1稼働で、4分の3はもうラインを止めてですね、従業員を休ませてるとか、このコロナ禍に入った直後はですね、もう倉庫に山積みになってる、お菓子とかね、こういった、まあ商品とかが、賞味期限間近になって廃棄処分になったりとか、もう廃棄処分間近なものはもう、メーカーさんがね、社会福祉協議会とかいろんな施設に、寄付して寄贈したりとかして、処理とかしたんですよね。非常に大変な状況がありました。で、まだまだ最近は徐々にね観光客も入ってきてるんですけど、まだまだ大変なところもいっぱいあってですね、それなんとか、手助けできないかなということで、ライブコマースを私が沖縄県で初めてスタートしまして、これがですね、まあまだまだこれからなんですけど、どんどん、いろんなところのまあオファーもあるし、ね配信もやっていきたいなと思ってるんですよ。で、ただ、まあ、店舗配信とか、通常のライブ配信だけじゃ、やっぱりまだね、浸透しきれないと思うので、この絶深呼吸でもですね、後半は、20分から25分ぐらい、時間いただいてですね、ラジオショッピングからライブコマースにつなげるという形を取っていきたいなと、思ってますので、今初めて、私はこれ、ライブコマースでラジオショッピングの話をしましたので、すぐには理解できてないと思います。で、これ何度か、番組内で、ご説明してからのスタートしますので、まあこれからもですね、少しずつ慣れていただければなと思いますんで、商品も今厳選して、何をね、まず紹介しようかなと思って、考えているところです。なので、まだね、商品もこれからですっていう形で、ぜひ、そういう意味ではね、ラジオショッピングもう初チャレンジですけど、沖縄県でこういうコミュニティ FM でラジオショッピングやってるところはまだ聞いたこともないので、こうやってライブコマースやってるのも他には今とこいません。私が県内初の、ライブコマーサーっていう形で、動いてますので、ラジオとコミュニティ FM ラジオとしても初だけど、ライブコマースとしても僕しかいませんので、そういう形での新たな全く新しいスタートなので、ね、なかなか馴染みがないところを徐々に馴染ませていくという形になりますので、しばらくは違和感あるかもしれないですけど、ぜひ、納得して、慣れていただきたいと思います。で、今からでも、このアップルストアで、PCU というねプラットフォームを、インストールして、アプリをねインストールしていただいて、そこに、個人情報を入力登録して、クレジット情報も登録すれば、すぐもう
P3U のライブコマース、いろんなところでいろんなチャンネルがもう、今現在もライブ配信してます。長い人ではもう1日8時間10時間ライブ配信してると思います。いろんな商品扱ってます。でそこで、もうすぐ購入できるような形になりますので、そのチャンネルの中に力丸商店っていうとこを検索すると、私の、ライブ配信のね、チャンネルが出てきますから、それを、フォローしていただくと私が配信した時に配信通知が行きますので、それで、ライブ配信が見れるようになるという流れですね。でただ、物販の商品、販売だけじゃなくてですね、この火曜日のラジオ以外で、天気のいい日がありましたら、私は茶谷町美浜のアメリカンビレッジあたりから、綺麗なサンセットをですね、皆さんにお届けしてるんですよ、実は。もう、すでに6回ぐらい配信してます。で、これをライブコマースを、私をね、フォローしていただいてる方に通知がピコーンと行って、で、だいたい6時10分から15分ぐらいから、6時50分までの間に、この時間内ですね、僕のラジオの時間内に、だいたい日が沈みますので、今、6時50分ですけど、もうね、日が沈んだような感じになってますんで、その時間を、一緒に、沖縄のサンセットを楽しむというのを、サービス配信してますので、それも県外の方に本当に喜んでいただいてますので、それも一緒にね、見ながら、チャットでコメントを入れられますので、私はもうライブで声と動画を流しながら、聞いてる方はチャットでですね、コメントで会話ができるという風な流れになってますので、ぜひね、もう早速このアップルストアから PCU をねインストールしていただいて、アプリをインストールして検索でね、力丸商店を検索してフォローしておいていただければ、ライブ配信した時に通知が行くので、そのね、ライブを見れるという流れになりますので、まあ毎週火曜日はこうやってねラジオやってますけど、そう火曜日以外は夜ね8時頃からとか私がライブ配信してますので、そういったのも見れます。はい、実際見れて、購入することもできるので、ぜひね、沖縄の方は登録者はめちゃくちゃ少ないです。9割以上、県外の方です。はい、まあ沖縄の方でもね今聞いてらっしゃる方はなかなかね県内で送料かかるっていうのは、違和感抵抗あるかもしれないんですけど、もうこれはもう県外の方にも配信してますし、県内の方でしたらね、お店を紹介したりとか、そういったこともつなげてますので、まあ、どういう形にこの、ね、ラジオショッピングになるか分かりませんが、どちらかというと、まあ、YouTube アーカイブ見ながら、県外の方向けのラジオショッピングという形になるかなとは思ってますんで、沖縄の物産品が中心ですからね、沖縄の方が購入するというよりも、県外の方向けの、ラジオショッピング的なものになるかなとは思ってます。はい、という形で、今後もねまた、ご案内ご説明しながらですけど、やっていきますので、と、いうことで、今日はですね26日ですから、来月は3日になるのかな、5月3日の放送に、ね、そうですね、3日ですね、なりますね。うちの家のシーミーの日です、その日はめちゃくちゃ午前中からハートなんだけどね、来週も、シーミーでもぐたぐたになって感じの時に来週も3日に放送しますので、その時にまたお会いしたいと思います。今日は本当にね、長谷川さんもですね、皆さんもコメントいただいて、あ、埼玉の郷さん、陸上部員 B が陸上部員 A に昇格していた芸人いましたねちむどんどんの、あ、ちむどんどんね、
はい、ちょっと23時の FEC の若手中地くんが出演してるというか。ああいいですね。いろんな方がね、あのガレッジの川ちゃんもね、川田もあのなんか出てましたね、バーガーショップの店員みたいな形で、いろんな方がこれからね、あのちむどんどんで、どんどん出てきますので、楽しみにしてね、皆さん見ていただきたいと思います。ということで、来月ね、3日にまたお会いしましょう。今日はどうもありがとうございました。それではさよなら。ではお疲れ様です。